はいどうも皆さん、こんにちは。巨人になりました。土曜日が嬉しい人は、今夜が。というわけでいつも通りやっていくんですが、まず今日のショップでは突然、ファミリーガイのしんすけのジャイアントチキンが販売されています。以前からファミリーガイのスキンは、あと、いくつか来ると言われていて、まあ、この中のどれかのキャラが来るんじゃないかと予想されていました。そのため、このクソデカチキンが来たのは、マジで意外です。ただ実はファミリーガイ主体のコラボが来ることは、今から3年前の2021年2月頃から言われていました。その理由というのが、ゲーム内ファイルに突然、こういう画像が追加されていて、それとは別にエピックが公開したとある動画で開発中のスキンのファイルが映り込んで、そこにファミリーガイという文字列があったりもしました。そしてこの画像をよく見てみると、ボスとして登場したピーターを倒した際に足を痛がって消えていくシーンや、今日登場したクソデカチキン、さらにヘリコプターのグライダーも映っています。そのためこの画像はやっぱり未来に登場するファミリーガイのコラボについて示唆していたわけです。というか多分これは原作アニメのワンシーンが集まっている画像で、もしかしたらこれがファミリーガイのコラボをする際の最初の資料だったのかもしれません。で他にも今日はこれらのアイテムが約130から100日ぶりの再販となっているため、ショップで買い物をする際は必ずクリエイタースポート SHPO もよろしくお願いします。ちなみに最近海外ではまたクリサポコードがなぜか剥奪をされるというトラブルが増えてきているため、僕は被害に遭わないことを願うばかりです。あと今回もこの前レゴの公式アカウントが公式リークをしてしまった新スキンは来ていません。ここまで来ると急遽新スキンを出す順番を変えている可能性もありそうです。次はチャプター5が始まってすぐにメダルを持ってなくても金庫の中に入れてしまう不法侵入グリッチが一部の界隈で話題になっていました。でそれを最近大物 YouTuber が動画化したことで日本の多くのキッズが知ることになってしまった一方で、多少批判が集まったりもしていたんですが、そんな金庫に不法侵入できるグリッチはなんと最新アップデートでは修正されていませんでした。エピックは仕事してないですね。まあ治ったものといえばマンホールの上に車を置いといて、そこを誰かが通過するとなぜか車が爆発しダメージを受けるというバグくらいです。これはチャプター5のガチの初日に分かったバグのため、最新アップデートでは初期に判明したバグしか直してないかと思いきや、なんと NPC が20億個の弾薬を落とすバグも治っていませんでした。やっぱりエピックは仕事してないですね。でそんな不法侵入グリッチなんですが、実際これ自体を防ぐことは結構簡単で、金庫の扉のところに何があっても侵入できないバリアみたいな仕掛けを置くだけです。ただチャプター5で金庫に不法侵入できるグリッチを研究しまくった結果、同じやり方で裏スカイに入れるグリッチも見つかっているんですよ。これはもう正直どこでも入れます。でなんでチャプター5はここまで裏世界が多いのか、これはグリッチ営業が集まる検証隊と一緒にいろいろ検証して分かったんですが、まず今チャプターからマップ上のオブジェクトのグラフィックがめっちゃ綺麗になってるんですよ。石とか見るとかなり分かりやすいです。でこれが綺麗になった仕組みというのが、まず今まで通りの異なるしのっぺりしたテクスチャーのオブジェの上にチャプター5ではリアルな質感の薄いテクスチャーで包んでいるんですよ。でそのテクスチャーと異な本来ののっぺりしたオブジェのテクスチャーの間に隙間が生まれることでそこに入れてしまうわけです。つまり今回大量発生している裏世界はチャプター5でオブジェのグラフィックを良くしたことがきっかけで生まれてしまったわけです。これは本当に不思議な理由ですよね。まあそんなわけで今後 FNCS も開催される予定なんですが、もしかしたらそこでグリッチをやるバカタレもいたりとか、今後さらにこれが世界で注目されるかもしれません。早く修正して欲しい人は高評価。次はそんな FNCS がもう今日の夜中の2時とか3時くらいから始まっていたんですが、なんとマッチメイキングエラーが発生し全然マッチに入ることができなかったみたいです。でその結果 FNCS は今日に延期となって1日ずれました。エピックって本当に大会でやらかしすぎです。ただそんな FNCS なんですが、今回は結構注目されていて、スイッチの配信で夜中の段階でなんと大人のアクティブ視聴者が50万人を突破して全ゲームの中で視聴者の数が1位になってました。ちなみにその中の5万人から10万人くらいはあの有名なモングラールのリスナーです。一人のストリーマーがこれだけのリスナーを集めてしまうのはやばすぎです。でツイッチといえばこんな感じで、今どのゲームを一番リスナーが見ているかというランキングを見ることができて、そこでよくフォトナよりエイペックスが上だったとか下だったとか言われているんですが、正直このリスナー数のランキングは今回のモングラールみたいに一人でリスナーをめっちゃ集める人もいるため、ゲームの人気を測るためのデータにするには結構ダメダメです。そのためやっぱりゲームの人気度を測るんだったら、純粋にゲーム内のアクティブプレイヤー数とか Google トレンドを見る方がいいと思います。でこれはチャプター2開始時の人気度スコアを100とした時の最近までの日本での人気度のデータなんですが、また人気度がジェットコースターになっています。スコアはここは19で直近が24です。さらにゲーム内のアクティブ数も徐々に減っているため、エピックが約1ヶ月半もアップデートしなかったツケが回ってきている気がします。まあさすがにこれはエピックも分かっていると思うので、今後フォトナを盛り上げるイベントをしてくるは
はずです。でそんなイベントといえばフォトナにはワンタイムがあるんですが、どうやら今シーズンはワンタイムがある可能性が高いです。まあ前からピーリーやマイダスに関するイベントがあるんじゃないかと噂になっていたんですが、それがワンタイムであるという証拠はありませんでした。ただ最近は自信に関するファイルが追加されたことなど、シーズン2やイベントへの伏線がいろいろ用意されているんですが、今回判明したこととしては、なんと現在のバージョンのゲーム内ファイルに存在しているワンタイムイベント関係のデータがバージョン 29.00、 つまりチャプター5シーズン2で消える設定になってるんですよ。ということはそのイベントファイルは今シーズンで何らかの形で使われるわけです。そのことから今シーズン中にワンタイムが来る可能性が高いというわけです。チャプター4ではフィナーレイベント以外で一切ワンタイムがなくて考察性が冷えまくっていたんですが、この調子だとチャプター5では普通にワンタイムが2シーズンに1回くらいはあるかもしれません。実際に11月あたりにエピックのアンリアルエンジンに関する発表会で、開発者が現在多くのライブイベント、つまりワンタイムを開発していると話していました。これは期待できそうです。というわけでワンタイムイベントが大好きな人は来ようかで、これは試しにやってみてほしいんですが、今動画を見ている皆さん、暇な人は画面の真ん中か下の方にある共有ボタンを1回押してみてください。これは誰にも共有しなくて OK、 ボタンを押すだけです。これで YouTube のポンコツ AI が皆さんが動画を共有したと判断したのかしてないのかを検証しています。共有ボタンを押してくれた人はぜひねコメント欄で教えてください。ハートを差し上げます。次は最近話題のマイダス復活に関する話なんですが、最新アップデートではティナの弓にバフ、ジュールズのドラムガンにアニメーションの変更というデータ更新がありました。でなんとそれ以外にも最新アップデートではファウンデーションの MK7 アサルトライフル、ジガンドチョッピーの光線銃にも調整がありました。まず MK7 はダメージが23から22にナーフ、リロード時間が10から9.5に多分バフされています。光線銃はダメージが15から16、最大チャージの時間が 0.5 から 0.2 に変わっています。これはどっちもバフだと思います。でこれらの武器ってチャプター4シーズン4で登場した吸血鬼カドソーンのコレクションなんですよ。つまりこれらの武器のデータが更新されたということは、ゲーム内に再登場する伏線になっているため、もしかしたらまたカドソーンが復活するかもしれません。実際にカドソーンはハロウィンイベントの最中のクエストの説明文や NPC の会話でのみ倒されたと言及されているんですが、まあ彼は吸血鬼なので不死なんですよ。そのためやっぱり完全には死んでない可能性は高いです。さらに実はチャプター4のシーズン4の最初のトレーラーで、カドソーンがチャプター2の世界にタイムスリップし、オロの頭を取ってきた描写の伏線は未だに回収されていません。まあオロはマイダスの関係者のため、そこと繋がってくる可能性は全然あると思うんですが、このカドソーンはまだまだストーリー上では謎の存在のため、今後もストーリーでは重要になってきそうです。ちなみにチャプター2シーズン2のマイダスのシーズンではリーダックスという意味深なスキンが登場していて、これがカドソーンにめちゃくちゃ似ています。まあ当時はマイダスなんじゃないかとも言われていたんですが、スキンの説明文には復活し力もつけた逆襲の時だと書いてあるため、やっぱりこのスキンはカドソーンっぽいです。あるいはカドのコレクションの武器の更新から予想できることは、もしかしたらシーズン OG でフォトナ使いの歴史が変わったことで、本来はカドソーンに倒されて武器を奪われたと考えることのできるファウンデーションやティナ、ジグ&チョッピーなどなどがチャプター5世界では生存していることで、彼らが再登場しこれ系のアイテムをドロップするのかもしれません。まあ少なくともファウンデーションの MK7 が来るということは、チャプター5でも7に関することが何かあるのかもしれません。これは考察勢にはめちゃくちゃ嬉しいです。最後にこういった情報をいくつか話していくんですが、まずエピックが一部のプレイヤーに向けてレゴモードに関するモッドや有料のダウンロードコンテンツについてどう思うかというアンケートを実施しました。これらはマジで近々来るかもしれません。さらにエピックの公式 TikTok アカウントがこんな感じの動画を投稿していたんですが、ここになんとあの不謹慎すぎるという理由でフォトナを出禁になっているルーというスキンが登場していました。つまりエピックもルーの存在自体は忘れてないみたいです。で一応こういう動画に出たスキンは再販が近いという場合もあるため、まあ2024年中くらいにはルーも再販される可能性があるかもしれません。でルーと同じくヤバいマークということで、突然雪に覆われて隠蔽されていたあの道が、最新アップデートでは道路の工事が行われ、もうあのマークに見えないようになるという修正がされていました。